サンドラ・サンチェス・ハイメは、スペイン・カスティーリャ・ラマンチャ州、トレド県タラベラデラ・レーナ出身の女性空手家。2017年には、スペイン政府によって、スポーツ国民賞の年間最優秀、女子スポーツ選手に選ばれた。同年の年間最優秀男子スポーツ選手は、テニス選手のラファエル・ナダルである。1981年にカスティーリャ・ラマンチャ州、トレド県タラベラデラ・レーナに生まれた。 マドリード工科大学でスポーツ科学の学位を取得している。2015年にはトルコのイスタンブールで開催された欧州から手道選手権大会の個人型で初めて金メダルを獲得した。同年にはアゼルバイジャンのバクルで開催された2015年ヨーロッパ競技大会でも個人型で金メダルを獲得した。2016年には オーストリアのリンツで開催された世界空手導選手権大会の個人型で銅メダルを獲得した。2017年にはポーランドのブロツワフで開催されたワールドゲームズ2017の個人型では決勝で日本の清水企業に敗れて銀メダルを獲得した。2018年にスペインのマドリードで開催された世界空主導選手権大会の個人型では決勝で 日本の清水清に勝利して金メダルを獲得した。2019年にはスペインのグアダラハラで開催された欧州選手権の個人型で金メダルを獲得し欧州選手権で5連覇を達成した。同年にはベラルーシのミンスクで開催された2019年ヨーロッパ競技大会の個人型で金メダルを獲得した。同年にはカタールのドーハで開催された ワールドビーチゲームズの個人型で金メダルを獲得した。2021年に日本で開催された2020年東京オリンピックにも出場、決勝では日本の清水清を僅差で破り金メダルに輝いた。ありがとうございます。